Please try like such style ramen. どうもこんにちは。今日はなんと柏の方に来ています。柏ってね、あれなんだよね、林間学校のイメージしか今回がもう何年前だか、多分コロナ中に1回来たのかな。どんぶらこさんというお店に来ております。僕最近ね、二郎系をあんまり食べる機会が正直なくて、でもなんかね、僕の頭のレーダーが久々にここ食べようぜチャレンジとかそういうのじゃないんですけど、楽しんで食べていけたらいいかなと思っておりますので、ぜひ見て美味しそうだなって思ったら食べに来てくれたら嬉しいなって思います。よろしくお願いします。それじゃあ本編の方行きましょう。どうぞ。よし、じゃあいただきます。あ、辛くない。ほら醤油やみたいな感じの味付けのうずらがめっちゃ好き。もうこれ多分さ、こういうなんか二郎系みたいなラーメン好きな方からしても、もう何言ってんのって思う方も結構いらっしゃるかもしれないんですけど、親寿司ってさ、味も食気もないじゃんみたいなコメントとかって昔からいただいてて、まあもやしにはもやしの味があるとかって言ったんだけど、まあ正直ないですよゆでもやしなんで基本的に味ないんですけど、僕でこれを食べ進めてる感じがなんか好きなんですよね。なんか掘り進めてる感が、なんかこの麺とかを食べる前のなんかアンティパステみたいな前菜みたいな感じになってて、ちょっと僕はこの感じが逆に好きなんですよ。分かる人いるかな。
違いしよっか。久々にな。あれかな、なんかこの前さ、動画で麺増し4キロやったせいかもわからんけどさ、単純にこれの倍の量の麺があったわけじゃん。なんかあ、こんなもんだったっけってなっちゃってる今怖いな、慣れて。ただいまって感じ。玉ねぎ。じゃあここの麺はもうあらかた食べたね。OK。
なんか苦戦するかなと思ったけど、意外とすんなり食べきっちゃった。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、ということでエンディングでございます。最近はね、いや二郎系がなんかね、すごく久々に食べたような感じがして、なんて言うんだろう、体にスタミナチャージしましたみたいな感じがちょっとするかも。なんかね、一般的にこの二郎系っていうのはやっぱちょっと未だに怖いイメージだったりとか、カルト的なイメージを持たれる方ってすごい多いんですけど、ただその中でもこういうどんぶらこさんみたいに、もう家族で来てくださいみたいなお店とかもたくさんあるのも事実だし、やっぱもう僕が動画始めた頃ってやっぱもう7年とか8年ぐらい前だから、その当時やっぱ見てる方からするとそういう怖いイメージってちょっと強いのかもしれないけど、やっぱもう時代とともにお店っていうのもこう様変わりしてきているわけなんで、やっぱこう怖がらずにぜひ一回食べに来てもらえると嬉しいなって思うんで、よろしくお願いいたします。どうしても食べるの怖い方は、食べに来るのがね、あのセブンイレブンとかローソンとかファイマーとかでも売ってるんで、ここのじゃないけど二郎系とかあるんで、ぜひチャレンジしてもらえれば嬉しいなと思う。よろしくお願いいたします。というわけで本日は以上となります。この時間はドラッコがお送りいたしました。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あったきしねろよ。僕からは以上。